はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。対抗立志伝の続きを、今回はプレイしていきたいと思います。前回ですね、姉川の戦いをプレイして、結果ですね、まあその戦いに勝利したものの、浅井朝倉の、まあいわゆる残党軍ですねが比叡山に逃げ込んだということで、信長は比叡山を焼き討ちにしたというところまで前回お届けしました。今回はですね、いよいよ浅井を本格的に滅ぼすための戦いということで、沢山城攻めを提案したところですね、まあ採用されたというところから始めていきましょう。猿の意見は最も、今回は合戦を行うことにするということで、これから城攻めの方に入っていきます。で、今回は光秀が総大将で、秀吉も入っていると。庭長秀、滝川一正、竹中半兵衛が組み入れられてますね。ではこれで出陣していきましょう。前回最後にですね、秀吉も過労に昇進してますからね。さらに二条城から援軍が出陣ということになっています。まあ、光秀の傘下で戦うっていうのはね、ちょっと納得いかない部分もありますが、先に過労になったのは光秀が先ですからね。では委任をして、ここは簡易戦闘で一気に蹴りをつけましょう。浅井の方に援軍が来るかというと、おそらく誰も来ないんじゃないかなと思いましたが、朝倉家が軍団として沢山に迫ってきてると言ってますね。これは一旦野戦になりそうですね。では野戦に入っていきましょう。敵の総数は1万8000で、浅井勢は城に帰ってきましたね。というところで、味方は朝倉勢を迎え撃つという感じになるんでしょうか。じゃあちょっとね、この野戦のシーンは早送りで例によってお届けをしていきたいと思います。はい、というところで野戦の方が蹴りがつきましたので、ここからまた城攻めの方に入っていきましょう。まあ、ここは簡易戦闘になりますね、なりますねというか、していきましょうね。です、山中鹿の杉が沢山城の話で来るの。沢山城の攻略に成功したけど、長政はどうなんだろう。これは生きているというか、なんだろう、滅ぼされはしなかったパターンなのかな。ちょっと歴史が変わりつつありますね。どうなんだろう、今の進め方で本当に良かったのかな。浅井家は滅亡はしたのかな。ちょっと岐阜城から出てみましょう。沢山城は織田家になってますね。なのであとは今浜と小谷が浅井で残ってるという感じか。よしよし、じゃあ予定通りなのかな。まずは沢山を落とすっていう意味では良かったわけですね。よし。では、岐阜城に入って、武家宅に行って、また光秀、光秀ちょっとな、結構、冷たいからな。ちょっと京都の町に行きましょう。で、京都の町に行って、光秀が喜ぶものを買いましょう。南蛮渡来のものをね、買っていきましょうね。南蛮渡来のものといえば何だろう。
ないな、特に。南蛮渡来的なものは。近海とか全然違うしね。タイマイという、これが、カメじゃん。これってでもあれかな？南蛮渡来なんじゃないか？むしろ。ちょっとこれ、買ってみましょう。で、これを買って、それこそ、ね、光秀にあげればいいんじゃないかと思うんですけど。で、吉岡憲法のところにちょっと入門してみよう。なんと、我が吉岡流に入門いたしたいと。はい、入門したいです。何？断られた。そうすると、武芸指示とかで、しばらく、あれかな？懇意にしてからじゃないと、入門すらさせてくれないんだね。まあ、そりゃ名門中の名門ですからね。いきなり誰彼構わずっていうわけにはいかないんでしょうけど、いかないんでしょうけど、言っても天下の織田家の家老ですからね。その家老の秀吉の申し出を断るというのは、さすが天下の吉岡道場って言ったところなのかな。ちょっと手合わせしてみる？勝てる気はしないけど。しかも、あれか、怪我してんのか。怪我ってか体力削られてるのか。なんか変な感じになってるな。お互い隣り合って同じ方向を見つめ合ってる感じだけど。これ一撃しか。一撃死だー。強いねー、やっぱり。さあ、おとなしく、今日の町から出て、家に帰りましょう。で、ねね様に疲れを癒してもらいます。で、これで入っていきましょう。表情の方にね。で、浅井攻めを続行するのが、まあ、こちらの目標というか、言い分というか。よし、合戦を行いだな。今浜城攻め。うん。何も言わない。出た。今回も光秀が、総大将か。さあ、では、ここも簡易戦闘で蹴りをつけたいけどどうだろう。敵の援軍は、浅井の援軍が来てると。お、ただ、その前に、落としましたね、城は。お、秀吉がしかも第一行だ。このまま行けば、浅井を滅ぼすのも次の対戦で決まりそうですね。よしよし、いい感じですね。そしたら、この後はやっぱ吉岡憲法のところに入門したい。どうしても。なので、今日の町に通い詰めましょう。わあ、ここで盗賊が来たけど、用心棒のおかげで助かったな。用心棒がいなかったらと思ってちょっとゾッとしますね。で、せっかくなんで交易品を売却していきましょう。待って。茜を買って茜をここで売ったって一番金を無駄にするパターンのことやっちゃったな。まあもう今更ですけどね。では道場に行って。どうしようかなー。
ブギー指示をまず受けるか。で、入門させてもらえるかというと、気心知れぬと言われるとどうしようもないね。民家とかに行ったら吉岡さんちあるのかな？ないよね。となると、酒場で出会うかとか、それくらいしかないのかな。ちょっと吉岡さんのところに入門どうしてもしたくなってきますね。ここまで頑なに断られると。じゃあ、岐阜城に入っていきましょう。表情までまだ時間あるので、例によって、明智さんのところに行って貢ぎ物をしましょう。まだ、明智さんの方が格上ですからね。南蛮渡来の功労を、これかな？送りましょう。で、技能指示。うわぁ！これでも断られる？結構、貢いでるけどね。誰だったらさ、技能指示を教えてくれるの？これ。っていうのはちょっと知りたいですよね。親密度が高ければ、まあ絶対教えてくれるでしょうと。いう意味では、庭長秀は OK で、伴直政も教えてくれるか、浅野長吉も教えてくれると。半兵衛、八塚、堀尾。じゃあちょっと伴直政のところに行ってみますか？いや、伴直政ってさっき言ったよね、そういえば。で、何も教えてくれないというか、すでにいっぱいいっぱいだった気がする。槍でも来るか。いや、前田刑事と一戦ってどうなんだろう。勝てる気がしないけど、ちょっと一回やってみましょう。槍の名手ですよね。やばい！おお、一回で終わるかと思ったけど、なんとか防ぎましたね。これ装備した方がいいんですよね、きっと。その、武具とか買ったら。ドゥハ！やっぱこの必殺技的なもの持ってる連中には勝ち目がないな。ちょっとこの、戦闘するのはやめよう。なんか勝てる気がしない。どころか、なんか、ただただ傷ついていくだけのような気がする。で、次でいよいよ小谷を攻められる感じになるのかな。で、小谷を攻めれば、いよいよ、浅井をね、滅ぼすって感じになると思うので、表情の方に行って、浅井攻略を進言していきましょう。うおー、観音寺城の城主になったが、光秀が。お、大将に秀吉が選ばれてますね。よし。庭長秀とかを傘下に加えて、成政も傘下に加えてんのか。まあ、この、小谷攻めに関しては秀吉がね、かなり活躍したというのは事実ですからね。では、軍議を終了して、簡易戦闘で一気に消していきましょう。浅井の軍団、朝倉が迫ってきてるということか。ここで一旦野戦に入ります。そしたら。ここはかなり戦力が、拮抗してますね。なんであんまり、ここで、暗いすぎるとというか、消耗すると、この後の城攻めが影響を受けますね。
というところでちょっとね、この後はまた例によって早送りをしていきたいと思います。
はい、というところで蹴りがそろそろつきそうですねというところまで来ました。この後はですね、また交渉戦の方に切り替わっていくんじゃないかなと思いますので、きっちりと交渉戦をクリアして、安西を滅ぼしましょう。で、朝倉がね、本来だったら先に滅びるはずなんですが、ここでは先に朝倉ではなく浅井が滅びる感じになりそうですね。なので浅井を滅ぼした後は朝倉攻めっていう感じになるんだと思います。で、まず浅井のあれですが拒否しましょう。今ね、停戦の要求が来ましたが、これは拒否。よしよし、これで浅井を滅ぼしましたね。いやー、丹羽長秀、滝川一正を差し置いて、まだ木下藤吉郎の秀吉が軍団長っていうのもね、なんかちょっと違和感ありますけど。よし、父親の称号を得ましたね。合戦において人並み外れた活躍をした武将に与えられる称号、統率プラス10。だいぶ秀吉も統率上がったんじゃないかな。これで、お市の方をね、助けるって話ですね。早くしないと長政ともども自刃してしまうかもしれません。どうか拙者に、お市の方様救出のご命令をということですね。まあ、お市はこの後一応、この小谷を脱出して、一旦、信長のもとに帰ってくるんですが、その後ね、勝家のもとに嫁いでいくっていうのは、本能寺の変の後の話ですね。この浅井長政とお市は本当になんていうのかな、美男美女というかね、だったようなんですが、お市の方は落ち延びるというとこですね。浅井家の居城、小谷は信長の攻撃を受け落城ということですね。ここで出てる年号っていうのは、ちなみに念のためなんですけど、史実とは違います。このゲーム上で、何年っていうのになってますので、まあ、この年を実際に長政、小谷というかね、浅井が滅んだ年だっていうふうに、もし学生の方とかで覚えてしまうと間違えたことを覚えてしまうので、その点だけはあらかじめお話をここでしておきますね。お喜びくだされ、お市の方様はご無事でございますということです。で、長政はどうしたというふうになってますが、まあ、史実だとね、この浅井朝倉を滅ぼした後はそれを祝って、その頭蓋骨をね、金箔で塗りつぶして、こうお酒をね、それについで飲んだなんていう話もあったりなかったりするようなんですが、まだね、浅井は健在ですからね。木下様、大殿がお呼びですと。さっき言った胡椒と同じですね。浅井家にいた胡椒と全く同じ胡椒が、ここにもいましたが。猿、よくぞ来た。ははー、なんだろう。我が領土もかなり広がった。しかし、わしがすべてを直接収めるわけ。これ、軍団長就任かな。そこで、お主に今浜城を預ける。これは事実、今浜城主になったのは秀吉なので合ってますね。ただちょっと違うのが、坂本城の城主になったはずの、明智光秀が観音寺城の城主になってるってところがちょっと違いますね。で、筑前の神になったと。
城主となるからには登記しろではちと軽いと。名を改めまする秀吉ではいかがか。木下秀吉。まだこの時点で木下秀吉？うん、羽柴ね。ここで羽柴秀吉にやっとなるのか。お二人にあやかれるといいのですが、ということですが、丹羽長秀に関しては先の戦いですでに傘下に組み込んでましたね。さあ、これで羽柴秀吉の誕生です。はい、というところで今回は、今浜城攻め、秀吉に改名、そして今浜城主になったというところまでお届けをしました。次回はね、この続きをまたお届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。